最近カバン移動という技を覚えました。今日はマモルとマイクロの出会いの場所に行ってくる。イエーイ。なになに、何するの？ワクワクが止まらない。なんだこれ、これ耳かくじゃねえかよ。ということで今日はフェレットのお世話で2番目に難しい耳掃除をやっていく。ポンコツ飼い主は耳掃除をしっかりやっているのだが、あ、これ耳クソね。完璧に綺麗にするのは難しいということでプロにお任せしに来た。何でもプロ任せか。まずはこの洗浄液を耳の中に入れる。ほらほら汚れが浮いてきた。この時点でマモルはもう大嫌がりするのだ。確かに訳も分からず耳の中に液体を入れられたら飼い主不信になってもおかしくない案件だ。だが耳かきはフェレットにとってとても大事なのだ。この耳掃除をおろそかにすると耳の中に耳ダニというのが住みつく。こうなってはもう一刻も争う買い替えが襲ってくるのだ。はい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 。たたたたたた。耳のこのあたりが赤ストップになる。大物の赤がゲットできる場所だ。ああ、もうこれ諦めた俺。って顔をしている。あとはそこをグリグリやっていくだけだ。ない。完璧だ。俺やりきったぜ。まだ